クリプト氷河期がやってくるかもしれません。ということで今日はちょっとね、そんなちょっと大げさかもしんないですよ。大げさかもしんないって思われるかもしれないけど、ガチで起こる可能性があるかなとちょっと思うので、その話を、ね、していきたいなと思います。なぜなのか、そういうところもね増えていきます。このチャンネルではこうニュースだったりとか、海外の暗号資産のね、こうなんかトピックだったり、インタビューだったりいろいろやってるので遊びに来てください。ちなみに最近だとね、テンセットの社長のジョナスに、まあ、厳しい質問をね、30分間投げ続けるっていうね、価格暴落どうしてくれてんだみたいな話とかね、してたりするので、興味があればぜひ遊びに来てください。はい、あとはコインテレグラフチャンネルも、元気よくやってます。はい、まあ、いろいろね毎週毎週出してるのでぜひ遊びに来てください。ということで、ちなみになんですけど、この、ね、メンバーシップ動画も今日出してます。で今日もあた新しいね、オルトコインの話とか、あとはオルトコインで結構重大な、これ爆上げするんじゃないかって思ったニュースがあったので、それをね紹介したので、そのコインとかなんでなのかとかね、大げさじゃなく、これはねすごい大ニュースだと思ってます。なのでそれはちょっと乗っけておくので、月ラーメン一杯分で入れるのでよろしくお願いします。いきますか。氷河期本当に来るのかと思うでしょ。来る可能性あると思うんですよ。なんだかというと、アメリカの規制ががっつり来るから、がっつり来そうだからってことなんですけど、でどういうことかというと、アメリカのね、まあ、インフラストラクチャービルっていうのが、出ましたと。インフラ法みたいなやつで、これを要はファンド、これを実際に達成するためにクリプトからがっつりタックス取ろうぜみたいなことがね織り込まれちゃってるんですよっていうことが分かったの でこれが結構厳しめに来そうだっていうことが分かったので、なんか今巷でツイッターとかでここ2日ぐらいやばくねこれみたいな形になってると。でアメリカの要はクリプトの業界がもうね大げさじゃなく終わるんじゃないかみたいなことを言われてるぐらい結構厳しめなんですよね。なので、まあ、それをちょっとなんでそういうことを言われてるのかみたいなことを言いたいと思いますと。はい、でまずインフラ、アメリカに住んでる人はね分かると思うんですけど、自分もアメリカ住んでたしアメリカ人なので分かるんですけど、アメリカってインフラもうダメダメなんですよ。まあなんかもうなんか橋とかさ、なんかそういうやつ、まあ、何でもそうなんだけど、めちゃくちゃ古いんですよね。でもうそれ全部やり直そうぜみたいな、まあ、なんかそういう動きがありますよと。でインフラビルみたいなのができて、でこれにね550ビリオン US ドルが使われると、とんでもない額ですと、全部でね。だけどこの中の28ビリオン分はクリプトのブローカーから取りますよっていうことを言っちゃってるんですよね。でそれがニュースになってますと。おおと、どういうことだと。クリプトのブローカーって何みたいな感じするじゃん。まあ、見ていきますと。で詳しくは分かりませんと。それが問題で、結局例えばコインベースだったりロビンフッドだったり、まあもちろんクリプトをもうなんだ交換業者としてやってる人たちはもちろんブローカーになるんだけど、それ以外にも実はアプライ、要はそのなんかね、適用されるんじゃないかみたいなことが言われていると。もともとはもうちょっとね、こうなんか限られたような表現だったらしいんですけど、これがブローカーってなっているので、実質上、そのね、なんかその法律の文言上だけで言うと、クリプトの業界にいるもう業者全部が、そこに勝て、まあ要は適用されるので、そこからもうがっつりタックスがね、取られるぞみたいな、要はことに、取られるんじゃないかってことを言ってるんですね。で、それを言ってるのが、このね、ジェイクさんなんですけど、こう、クリプトロイヤーの、まあなんかインフルエンサーみたいな人ですね。で、まあちょっと見てみましょうか。何を言ってるのかと。でね、これが前を記事になってるんだけど、結構やばいことになってるよっていうことで、まずいろいろ長いことね、書いてますと。まず1個目が、ブローカー。この表現が問題だよねと。で、これっていうのが、例えばね、もともとその、コインベースだけじゃなくて、ノンカストディアルの要は、ただマイナーさんとかね、ビットコインのマイナーだったりとか、まあ、そういった人たちも含まれるようなことになるんじゃないかと。で、全員要は KYC しないといけないような形になるんじゃないかみたいなことになってると。いうことですね。で、ブローカーの定義っていうのが、もう、そのなんかデジタルアセットのトランスファー、もう交換業とか
おじさんに対してこうサービスを行ってたりするもの全てみたいなことになっちゃってるので、もうかなり広いよねということなんですよね。で、あまりにも広すぎて、もうほとんどのエコノミックアクター、つまり全ての業者に当てはまるんじゃないか、アメリカにいるということになってるんですよ。で、例えばプルーフワークのマイナーだったり POS のバリデーターだったりとか、まあ、いろんな人にもこれが、ね、適用されるようになりますと、まあ、あのマイニングカンパニーとかいるからね、まあ、そういったところももちろん入れると。かつ、例えば DEX だったり LP だったり リクイデーターだったりプロトコルガバナーだったりとか、そういったところにも、実際に適用されるかもしれないみたいなことを言ってると。なので DEX の LP 持ってる人なんかいるじゃん結構ね。なのでそういった皆さんももしかしたらなるんじゃないかみたいなことですよね。まあ、なのでこのスコープ自体がでかすぎると言ってます。でここの面白いところがタックスコードが実際ね、こう IRS っていうなんかそのインターナルレベニューサービスっていうなんか税金を取るところの、まあ、部隊がいるんですけど、まあ、そこに対して、こうレポーティングをしないといけないんですよ。でこのなんかねフォーム1099っていうのを、実際にマイナーとか、まあ、そういった人たちは出さないといけないんだけど、そこには彼らのお客さんの名前だったりとか、まあ、なんかいろんな情報を、ね、載っけないといけないわけですね。でブローカーっていうのはカスタマーデータ、例えば名前アドレスフォンナンバーとかね、いろいろこうねそういったものを手に入れて突っ込んでレポートに作ってそれをね出さないといけないと。なんだけどこれ無理ゲーじゃねみたいなことを言ってるんですよね。まず問題点がいくつかあって、まあ、そもそもこれ自体がもうこのサーベイランス、その監視、強制的に動きを監視するような、まあ、動きになってるよねみたいなところが一つと、で二つ目がここにも書いてるけど、あのクリプト使ったことある人は分かるかもしれないけど、あの、まあ、基本パーミッションレスで誰もなんか名前とかよく分かんないよねと。なので実質例えばマイナーがその誰かのためにこのマイニングしてあげたとかっていうそのカスタマーデータを取って、でこの1099とかにこの人のマイニングしてあげましたみたいな、トランザクション手伝いましたみたいなことを情報取って入れて提出することが無理ですよねみたいな。つまりレポーティングができなくなると。だってそもそもそんな情報ないから、したくてもできないよねみたいな。つまりこれって現実的にアメリカでのマイニングのバンになるんじゃないか、禁止になるんじゃないかみたいなこと言ってるんですよ。みたいな。でこれってなんかすごいクレイジーに聞こえるけど、いやこれ本当に起きると思うんだよねみたいなことを言っていて、まあ、なのでアメリカのこれが実際ねパスしてしまうと、でものすごい確率でねこれが実際に通ってしまう可能性があるんですけど、まあ、あのバイパーティサンっていうね、あの要はデモクラットもリパブリカンも同意しちゃってるから、まあ、なのでこれが現実になる可能性が高いし、でなると、まあ、アメリカでの、クリプトの業界が終わるという可能性があるということですね。で、まあ、なんかだらだらまた書いてるんですけど、おもろいなと思ったのが、まあ、なんか彼の考えで言うと、まず、まあ、これちょっとありえないよねと。でまず一つ目、まあ、そのアメリカのためにならないよねということを言っていて、で一つの理由としてはそもそもあの、ね、レポーティング義務が無理っていうことを言ってるんですよね。でつまり実質上なんか業界を殺すことになるし、殺すつもりだったら分かるけどこれをやるのはね、もうそんなことやったってアメリカのためになんないじゃんと。なのでこれってなんか全然ロジカルじゃないよねみたいなことを言っていたりとか、あとはまあフォーリンポリシーのもうなんか失敗だよねみたいな、まあ要は中国がね同じようなクリプトバンに走ってるわけですけど、まあそれと同じようなことをしちゃっていいのかいなみたいな話とかね、まあインターネットの初期の時代にインターネットをバンするのと同じようなことなんじゃないかみたいな、そんなことかなと思いますけど、まあそれ以外にもおもろいなと思ったのが、まあ実際にそれでね、まあいくらかこうタックスは上がるかもしれないですけど、まあただ最終的には長期的に見るとまあなんか失うよねみたいなことを言っていて、要はそんな国でクリプトの会社を建てようなんて思う人いないじゃん。なのであのそもそも起業とかする人がいなくなるし、あのオフショアにみんな流れていって、もうアメリカのシティズンシップなんか捨てちまえみたいな感じになってくる人もいるかなと思うので、これってアメリカのためになんないよねっていうことを言っていると。でね、ここに関して言うと確かにそうで、自分に前ロンドン住んでるんですけど、ロンドンでミートアップしたりするとアメリカ人めっちゃ最近増えてるんですよ。で
アメリカのもちろん起業家で、例えばね、そのクリプトの会社これからやるとか、もうやってるとか、クリプトの会社に入る、もうなんかもうそのファウンダーとしてちょっと入るみたいな人とか、クリプトのメディアのね、社長とか、ロンドンに結構ね、来てたりするんですよね。で、やっぱね、アメリカってなんかね、いろいろそういう意味でこう怖いし、読めないし、やりづらいみたいなところがやっぱあるので、もうすでにこの動きってあるのかなっていう気がするので、こんな明らかに来てしまうと、すごい有名なね、ああいう大きい会社とかもね、もう逃げちゃえっていう話になって、もうエルサルバドルに行けみたいな感じになるかもしれないので、それはなんか確かにアメリカのためになんないかなっていう気はするかなっていう気はしましたね。まあそれ以外にもいろいろ変えてるんですけど、まあそんなことがありますよと。なので何が言いたいかっていうと、結局これが実際に法が通ってしまう可能性があるんですよね。で、通ってしまうと実質この話が本当、別に法律のプロじゃないから分かんないけど、本当だったらマイニングができなくなったりとか、まあ、するよということになると、アメリカからの一気にそのボリュームだったりとか、なんかそういうクリプトのファッドみたいなのが湧き上がると思うので、一気にそれが回ったこうクリプトの、特にビットコインだったりとかの、価格に影響する可能性はあるかなと思いましたね。特にビットコインのマイニングなんて、今例えばワイオミング州だったりとか、ワイオミング州のセネターがぜひマイナーさん来てくださいって言ってたりとか、まあ、ニューヨークだったりとか、まあ、それこそなんだテキサスとかもね、風力発電が盛んで、これでマイニングやろうとかって言って、これからどんどんやっていこうっていう話になったりするし、そういう自治体だけじゃなくって、例えばビットコインマイニングカウンシルっていうものができて、業界のリーダーたちがアメリカでもそれを盛り上げてやっていこうっていうところに水を差す話になるので、結構厳しいことになるんじゃないかなと。なので多分おそらく今そういうなんかロビング活動とかいろいろされてるんじゃないかななんて思いますけど、まあこれがもう通っちゃったら何とも言えないと思うので、もう実質上まあアウトアメリカでビットコインのマイニングできませんとか、まあいろんな問題が出てくるのかなっていう感じがしますね。もっと興味ある人は、例えばまあいろなんか CNN とかでもね、こうやっていろいろ2000ページぐらいあるんですよ、このビルが。なのでそう、これをねちょっと見ていくと面白いかもしれないですね。はい、ということでいろいろね、ターゲットの金額とか、まあそんなところもいろいろ書いてるということですね。ここまでにこのぐらいのお金をね、タックス上げたいみたいな。ちなみに28ビリオンっていうのは一切何のロジックもないです。なので多分だけど、こんぐらいのお金必要だよね、じゃあザクッとこんぐらいどんぶり勘定でクリプトからなんかお金ありそうだし持ってこようっていうだけのロジックなので、何にもなんかフィジビリティとかデューディールもされてない段階でこういう数字が出て法になって、それが強制的に押し付けられるという、そういう状況になっているはずなので、状況としてはすごいよろしくないんじゃないかなと思います。ということで今日この辺で終わりたいと思いますけど、またちょっとねやばそうなニュースとか良さそうなニュースとか両方ですけどね、あったら生の声をねちょっと紹介したいなと思います。ということでぜひ皆さん、オルトコインの話はそっちのなんだっけメンバーシップの方でお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。それでは。